現在警察が1台1台車を止めて検問が行われています冬用のタイヤに交換できたか注意喚起が行われています今日札幌西区の御殿山公園の駐車場で行われた検問同系と北海道運輸局が整備不良者がないか調べながら整備点検の必要性について注意喚起を行いました 現場はは幼稚園ののののすすすぐ隣の首都です坂の上には今前輪のないい軽乗用車がままっています14日、札幌市西区で軽乗用車のタイヤが外れ4歳の女の子に衝突した事故。 女の子の意識は10日経った今も戻っていません事故のおよそ10分前には同じナンバーの車が現場近くでタイヤ周りを確認する様子が防犯カメラに映っていました運転していた男は事故前にハンドルのブレを感じていたと警察に話していますこの事故を受けて20日会見の中で 斉藤国土交通大臣は車検時の写真も我々自動車局の方で調査しましたまあそれらを見まして不正改造の疑いが高いと我々は考えておりますまた十七日には上川のシムカップ村でタイヤが外れた大型トラックの車体から火が出る事故がこの事故の影響で シムカップインターチェンジと向川保別インターチェンジの間は3時間以上にわたって上下線で通行止めとなりました道内で相次ぐ車のタイヤが外れることによる事故冬用のタイヤに変えるこの時期には脱輪事故が多くなるといいますこのタタイイヤヤ交換時期ははが外れる事故をはじめ さまざまなですね、えー、車両の風害が起きる可能性があります。なので、えー、車両の整備についてですね今一度皆さんしっかりですね万全を期していただきたいと思っております。